しかもあれ中ばっかですけど、みんな呼び方中尉って呼んでる。あ、中尉ね、中尉呼んでる。あ、ほんまや。レベッカがベッキーみたいな。おう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 。そのあだ名だ。もしかしたらアメリカで、あ、どうですか、英語詳しいじゃないですか、喋れるじゃないですか。まあ、もし喋れる。でもあるあるでも全然ないワードなんですか。いや、中ばっかで意味わからんよ、そんな。中、いや、俺スターウォーズは、はい、本当に吹き替えじゃないけど字幕なかったら意味わからんね。あ、あのね、っていうのはね、専門用語というか、はいはいはい、ずーっと聞いてるじゃない、はい、ほら、惑星の名前とか、あ、ね、分からんねん、はいはい、C3PO とか C3PO って言うてるから、はい、R2D2 とか BB8 も、はい、BB って言うやん、はい、言います言いますね、一瞬俺の家の猫呼んでるのかな、BB って呼んでるのかな、BB、うん、なんかそんなん、はい、でも本当にだからライトセーバーはまあ分かるけど、そうですね、だそういうその専門用語の言葉を頭に入ってないけど、ね、その名前とかが、はいはいはい、そのマイクとかさ、トムとかそうなっちゃうやん、はいはい、オビワンとかさ、オビワンケノービですよ、ね、そうやん、もうだその名前が入ってないよ、はい、分かるけど、そう分からない人が多いもん、 あれ、スカイウォーカーって、うん、まあ言ったら、あれ名字やったんですかね、だからアナキン・スカイウォーカー、そうそうそう、アナキン、そう、スカイウォーカーは英語なんですか、あれは、そう、まあだから意味合いとして、いや、それは英語でしょ、スカイウォーカーだから、その意味は成り立ってるんですか、まあ、だって意味は成り立てるよ、だからその、はい、もうでもスカイウォーカーなんて、そのどう言ったの、空を歩く人や、はい、でっていう、空歩きさんっていう名字や、あ、普通に考えたら、はいはいはい、だから、どういう体の本当に名字だから、別にそんなに大きいことじゃないと思う、あ、うん、まあ、ただ単にただ単に、名字はあなた、スカイウォーカーです。いや違うやん。いや、お前ちゃう。お前スカイウォーカーちゃうやないか。地筋入ってません。地筋入ってんわ。どこにあんねん、お前。ホースの。はい。感じひんわ。ホースも感じひんわ。全部やらせて。全部やらせ馬とかのホースとかだけど、お前。あっこがペイとかのね。いや、違うやん、名字。親止まりやろ。そう、珍しい名字みたいなもんやって。なるほどね、そら親止まりってなるやん、はい、まあ、まあ、向こうからしたらスカイウォーカーみたいなだけだって、ただただ本当に普通の名字、もう今回それタイトル来てますからね、スカイウォーカーが、スカイウォーカーね、スカイウォーカーの夜明け、夜明けでしょ、まだこっから開けるでしょ、そうなんですよ、そんなにダークなところにおったわけでもないのね、エイト見られましたよね、いやもちろん見てますよ、そのね、僕多分2年前来させてもらった時に8見た後やったと思うんです、多分、はい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 、ちょっと僕ね褒めてると思うんです、多分8良かったですよみたいな、あ、8良かった、はい、何回か見返して、はい、やっぱダメっすね、ちょっとダメなんかよお前ダメな、何回か見返して8ダメ、8初見でまず違和感あったんですけど、うん、やっぱり最新作楽しみしてたってので、うん、いいとこを探しまくってたんですよ、はい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 、でそれで多分いいプレゼンをしたと思うんですけど、うん、いいですよって、うん、改めて見ると、うん、変なとこ多いですね、まあまあ確かにな、その結局、まあルークが出てきて、はい、ずっと探したルークが、はい、でそのルークが結局その戦地に来てくれと言うたけど来なかった、そうなんです、でもその気持ちだけ言ってるみたいな、はい、その気持ちだけ言ってるルークむちゃくちゃ強いっていうよう分からん、そうだから新しい概念が出すぎて、はい、でそれもなんかいわゆるこのフォースっていう、うんうん、ちょっと超能力的なやつで、うん、幻を作り出して、はい、敵キャラと戦わせてて、そう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 、で全然違うね、星のなんか、うん、崖の上でなんかこうあぐらかいてうんってや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 ってる、で力つけ果たしてもうそんなんバッて消えるっていう、うん、バタってね、あとそのレイヤー、レイヤーがなんか宇宙船乗ってて、はい、なんか爆撃食らって宇宙空間に放り出されるんですよ、出されます、肉体が、はいはいはい、あ、もうアウトやもん、女優さん自体が亡くなってるんで、そうそう、レイヤー姫はね、これで、はい、キャラとしても亡くなって終わりなのかなと思ったら、うんうん、急になんかファッてこの低下さして、うん、そのままこう宇宙船に戻っていったんですよ、戻っていきました、見たことないシーンすぎていや、フォースを使えるからや、いや、でもなんかそら、フォースの使い手や、アングル出さなかったっすか、あなんかね、はい、めっちゃアングルはね嘘みたいになんか撮ってきてたよね、はい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 、もうちょっとあったやろって思ったりするんですよね、はい、わー続きましたね、はい、もう無駄ですか今ので、はい、見せたことあるかどうかわかんないですけど、はい、見せたというか普通にネット上にあるやつなんですけどね、はい、スターウォーズ の、はい、あの
エピソード6っていう最初の3部作ですね、はい、最初の3部作30年ぐらい前にやった最初の、はい、で、帝国軍の多分これなんか宇宙船の中なんですよ、はい、でそこにまだちっちゃい小型の宇宙船がやってきて、はいはい、皇帝とかダースベルトがやってるんですよ、はい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 、っていうシーンで、うん、すごいストームトルーパーって兵士たちがたくさんいるやつなんですけど、はい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 、びっくりしたんですけど、はい、このいっぱいいるストームトルーパー全部これ A なんですよ。え、これね、あ、当時はその CG とかないから、そうで、こんなに人も多分呼べなかったのが、うん、この白いやつら手書きの絵なんですよこれ。すごないですか。レゴとかちゃうねん。レゴじゃないです。多分レゴ当時なかったでしょ多分ねレゴじゃない。レゴじゃないレゴでやってること、レゴってもうちょっと立体感あるかもしれない。あ、そうか、より、これすごくないですか。いや、すごいな。なんかマットペイントっていう技法らしくて、おお、何か所かスターウォーズであるらしいんですよ当時の。だからその動くようにこうだからやってるってこと、ちょっとで多分これは引きの絵だけだったんですね。ああ、そのシーンだけの。実際にこのダースベイダーとかが歩いてた先にこのストームトルーパーがいるとは多分実写なんですけど、はあ、この引きの絵でたくさんこんだけいますよっていうシーンは、そうか、当時そんなできないもんね。そうなんですよ。当時やっぱスターウォーズすごいなと改めて思いましたね。いや、だからその今もデジタルリマスターかな、うん、はい、かけられたやつしか出てないじゃない。そうなんですよ。昔のやつはその VHS でしかもう、はい、オリジナル版がねオリジナル版を VHS で持ってる人は結構貴重なね。そうなんですよ。で全部もう DVD の時はもうデジタルでやったら、それまでのやつは本当に窓のは黒でね、うん、そうです。やけどそのデジタルリマスターの時その窓の黒のところにまあ、星が見えてるようにしてあったりとか、はい、その編全部編集してるから VHS を持ってはる人は実はあれむちゃくちゃ貴重やね。そうなんですよ。スターウォーズめちゃくちゃ高い値段するんちゃいますかね、今言ったらね。あと VHS の、ね、このデッキをね、うん、またね、今日、まあ、家にありますけどね。まだありますか。あります、あります。やっぱ何か見えるんですか。なぜかというとね、私マイケル・ジョーダンが好きで、おで当時そのマイケル・ジョーダンだけじゃないけどそのあるバンドのライブのビデオとか、はい、エアロスミスのパンプっていうミュージックビデオとかも、はいはい、これもう DVD になってるやつとなってるやつあって、あ、なるほど。やっぱどうしてもその VHS の見れないために置いてるけど見ない見ないですか、うん、あとまあ個人的にその昔本当に一般の素人の時に、はい、テレビ出演したやつとかそんなとかがこう VHS で残ったりするので、はいはいはい、そんなとかは残ってますけどね、でもいいですよね昔のやつね。そうですね、本当そういう意味で考えて、だからそういう意味で考えて、その次、本当最新作じゃないですか。最新作ですよ、はい、もう亡くなった人をこの切り取って構成できる技術があるんですよ、はい、そうですね、びっくりしますよ。そう、だからどうなるかね、お話としては。いや、だからよく、いや、あなた見てないでしょ、見てないでしょ、まだね。この後見ますから。どういう話になるというのなのかを予想、予想親泊まり安秀の、はい、その、スターウォーズこうなりますっての予想これ、はい、予告編のラストにね、はい、皇帝っていう一番の大ボス、はい、ダースベイダー上やったやつの笑い声が入ってたんですよ。ははは中爆です中爆です。違う違う、はい、予告編ラスト飾らないです。違う、はい、でその皇帝の笑い声入ってて、はい、なんか皇帝っぽいやつが映ってるシーンもあるんですよ。あの背後からのショットで。だから多分こいつが多分パルパティンやったっけ。そう、元のパルパティン、とんでもないやつなんですけどね。言ったら大統領みたいになって、はい、でクローン戦争ってやつで戦争始まって、うん、国側も敵側も両方ボスはそいつっていう。ああ、もう結局いいも悪いも、はい、全部こいつどっち勝ってもこいつが勝つっていうとんでもない作戦仕掛けて、で、もう3で最後ジェダイ抹殺して正義のヒーローたちアナキン・スカイ・ウォーカーをダース・ベダーにして、うん、で4、5、6ではこう帝国軍っていう帝国の、うん、もう国の皇帝として、はいはいはい、君臨して、で6の最後で、はい、ダース・ベイダーが最後その皇帝をなんかようわからんところにぶん投げて勝つんですよ、はいはいはい、で皇帝は死んだと思われてたんですけど生きてたという多分設定なんです。多分あーなんかまあ見ておられない方はわからないですけど、はい、ちょっとね、はい、私昨日そのむちゃくちゃスター・ウォーズ好きな方とお話しさせてもらってたら、はい、レイ、はい、女性の主人公ですね。女性の主人公の、はい、ライトセーバーの持ち方知ってます。そうなんですよね、あれね、そうパルパティーン、その皇帝がエピソード3で使ったライトセーバー戦い方と全く同じ形、同じだというね。で、我々というか普通に考えたら、はい、ルークの娘ちゃうかと思ってたら、456の主人公、ね、456主人公ちゃうかと思ってたら、そうや思ってたわけですよ、はい、で誰の娘かわからないまま今来てるやずっと、はい、ほんで8でさらっとね
お前は何者でもないって言われるシーンなんですよ、レイが。お前はなんか、のんべえのなんか、に捨てられた娘やみたいな、なんでもない、ただお前はただの人間やみたいななったんですけど、多分これほんまにパルパティーンの、まあ、娘か孫か分かんないですけど、うんうん、で、多分レイが暗黒面に多分誘惑されるみたいな話なんか。カイロレンとの戦いもあるし、カイロレンがまたややこしくて、はい、でたらダースベーターポジションなんですよね。そう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 、悪役側の赤いライトセーバーって、ハリソン・フォードの前がハンソロの息子、ハンソロとレイヤ姫の息子なんですよ。でややこしいですけど、はい、レイヤ姫はルーク・スカイウォーカーと兄弟なんですよ、双子の、ね、はい、なんでカイロレンがスカイウォーカーの親戚同士で戦ってるんですよ。ちょっと親子喧嘩だった、親子喧嘩をしてるということよね、はい、特に456はね、はい、で、はい、スカイウォーカーは今カイロレンだけなんですよね。ああそうだね、本当だ。ルークも死んじゃって、うん、でレイヤーも多分まあまあまあそうだね、ちょっとしか出てこないと思うんで、うん、あの黒人がまだキーポイントだよ。あ、元ストームトルーパーに入った、はい、フィンね。フィンはでもちょっともう多分サブキャラなんですよ、ね、なるほど。だからあれ確かにすごかったですけどね、はい、7はずっと予告編で、すごい、何がすごいってね、やっぱりスターウォーズの話をしだした瞬間にこうさっとこう引いてくる、すごいっすよね。すごいね、感じてました、感じてた。だからこれを喋っちゃって、ね、そう、あなたにこれを喋っていただこうと思って呼んでるのに、はい、そうなんですよ、あなたに喋っていただきたいお話をした瞬間にこのさっと引いていく感じね。まあでもね、はい、そういうもんなんで。ね、ビーズの時はあんなに盛り上がったあとぷよぷよのねボクサー、ぷよぷよのボクサーがこんなに負けてるね、はい、まあちょっとこれから見に行かれる、そうなんです、はい、私もちょっとなるか早いです、はい、ぜひとまた感想を語り合いたいですね。あ、なんかあのあれは告知はございますか。告知ね、はい、全くないですね。ないですか。はい、なんか今後こういうことを予定してますとか。あ、どうしようかね、どうしようどうしようかね、もしかしたら、うん、親知らずをね、うん、3本一気に抜くかもしれないですね。親止まりが親知らずを3本一気に抜く、はい、ねえそれ、うん、でもあの俺親止まりって変な名前なんて思ってたけど、はい、空手の型で親止まりなんとかってあるの知ってたの。あ、知らないです。知らんの空手で今、来年でしょ、はい、オリンピックやります、ね、正式種目で空手あるじゃない、はい、親止まりられるって言って。マジっすか。あの沖縄空手のなんか創始者かなんか4人ぐらい出て、はい、その人の名前が全部入ってんの、ね、型は。で、あれ型を競い合うから戦わないじゃない、はいはいはい、実際こ う、ね、まあ、テコンドーみたいにやるわけじゃないから、はい、型を見せるやん、はい、あれってその沖縄から手の人がやってるのが創始者の中に何がいてんねんて、親止まりなんとかっていう型があって、その通りきっちりできてるかっていうのを競い合うやつで、 あの金メダル有力の、ね、女性おるじゃない、はい、あの方がやってるの、あのまりーあーって言う。マジっすか。だからあなたのただで言ったら、もしかしたらその空手の創始者かもしれないよ。マスかね、うん、だからそれこそ本当にもしかしたら本当にスカイウォーカーかもしれない。スカイウォーカー沖縄のスカイウォーカーかもしれない。親泊りスカイウォーカー親泊り親泊りスカイウォーカーじゃない、いや、いや安日でスカイウォーカーそうそうそう親泊りスカイウォーカーじゃないもうかもしれないよ。はい、もう沖縄のジェダイかもしれない沖縄のジェダイ弱いとこでもなもしかしたら暗黒教かもしれないけどね、シスのダークサイドに落ちてるかもしれない。千枚世界でね、いきますよ、ほんまにまあ、というわけで、はい、親止まり君の親知らずを抜くかもしれないという、はい、ついに親止まりが親止まりがずっとあったんですよ。もう歯医者でよ、別に。なんだ、いや、めっちゃ言われました、歯医者さんに。一刻も早く抜いてくれって。あ、そうなん。もう、でも虫歯になったとかするからね。そうなんですよ。でも、僕も抜いたけど、むちゃくちゃ痛いよ。マジっすか。これね、生えてくるとね、はい、こう、ここの俺は生えすぎてて、はい、で、人より歯置いて多い方がええやと思って生やしてた、はい、もうほんまにここが全部綺麗やってんけど、はい、ずれてくるね、やっぱ。あ、そうですね。なんでかなと思ったら、ここのね、こう、奥からこう出てくる、はいはいはい、全部こう歯っていってるとこ、こっちだけこう来よう、はいはいはい、で、これずれたんやけど、ここは行かれへんからこう行きようんだけど、ここで、まあ、ここでしか言うてへんけど、はい、ここの顎の骨を、はい、もう歯ってまあこんな感じになってますやん。はい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 、ね、はい、はい、これがこう挟み出してて、これはもうここ切って手術せなあかんって言われて、でもとりあえず今やってみましょう言うて、でもうほんまにさ、エレベーターとこうコルク抜きみたいなやつでグーってグー抜くねん、俺一瞬ここズルンになって頭蓋骨だけ残らちゃうからむちゃくちゃ痛かった俺。
最終この顔面がフードになっていつでもこうかぶれるようになる なるんちゃうかな思ったぐらいそんなむちゃくちゃ痛かった、ほんまに麻酔ありとはいえ麻酔ありとはいえだってもうほんまここに足かけてこうやって引っ張られてんのちゃうかいうぐらいマジっすかあなたもええー、ほんまに気ぃつけて早いこと いやほんまに怖いからでも親父だと、ねはい、ちょっと気をつけます、モルテン・ラブ・ヨシー。